詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんもこの年末ですけれどもいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、奥さんが、そう、病院が閉まる前にですね、ちょっと一度やっぱ体が少し痛いところがあるから診察に行こうかというところなんですけど、もうとにかく病院が混んでいてですね、僕は娘を3時間ぐらいひたすら、あやし続けたというところでだいぶ頑張りました。そう、母乳出ないですからね。僕母乳出せたらもうちょい自信あるんですけど、それができないから、車の中であれやこれやとあやしたり、外に出して、抱っこして歩き回ったり、近くのモールですね、イオンかな、そこに連れて行って、そこでおむつ替えをしたりとか、いやー本当に大変だったんですけれども、まあこういうのも含めて、そう、こういう経験をですね、どんどん経験値を立てて、レベルアップしていかないとなと思ったわけです。いやでも疲れたな、さて、今日の本題なんですけれども、ちょっとですね、今日は雑談めいた話になります。雑談と言いますかね、将来の話になります。まあ気楽な感じで、聞いていただければと思います。なかなか難しい言葉、聞き慣れない言葉も結構出てくると思うんですけれども、まあこれはそういうもんだと、あまり深く突っ込まないようにですね、なんとなくで聞いていただければ幸いです。今日お話しする内容なんですけれども、詩吟×Web3 技術でできること、まあ、そんな内容でお話ししていきたいと思います。まあ、なぜこんなテーマをやろうかというとですね、今日はなかなか僕にとって衝撃的な日だったんですよ。まあ、このチャンネルを聞いてる方はもう寝耳に水かもしれないんですけれど、僕は別のコミュニティとかにも所属していてですね、NFT とか、メタバースとかそういったところも、まあ、ちょっと勉強しているような状態です。そして今回ですね、NFT の、まあ、新しいプロジェクトが、今日から、まあ、リリースされた、販売開始みたいな感じになっていて、そう、僕は優先購入券というものをいただいていてですね、それがだいたい10枚ですね、10枚。1枚200円ぐらいで、優先購入券、ゲットできるんですけど、それが今日のうちにですね、あれよあれよと値段が上がっていって、1枚、30万円ですね。 NFT のアートなんて、可愛らしい猫ちゃんのアートなんですけれど、それがですね、あれよあれよと値段が上がって1枚30万円ぐらいになったんですよ。ってことは10枚だから300万円ですね。そう、2000円ぐらいで300万円をゲットしたみたいな話になっていて、いやーなかなかすごい経験をさせてもらってるなと感じたわけです。まあだからなんか急に何か人格が変わるわけでもなく、そう、なんか宝くじに当たったわけでもないんですよね。その可愛らしい猫ちゃんがですね、じっとこちらを見てるんですよ。お前はその、手にしたお金を一体どうするんだいみたいな感じで言ってくるんですけれども、まあそれも含めてですね、そう、この NFT、今日は本当に貴重な体験をしてもらったなと、させてもらったなと思うわけで、じゃあこの詩吟と NFT、 まあそれも包括した Web3 の技術といいますかまあこんなことですね、詩吟業界においてどんなことができるのかなということをいろいろ考えてみたので、まあ半分妄想でも、妄想ってほどでもないんですよ。やろうと思ったら多分できること結構多いんですよ。なので、あ、こういう世界もあるのかというところで、気楽に聞いていっていただければ幸いです。そう、全部でですね、5つぐらい、その、詩吟でできることが、まあ、あると思うので、それをお話ししていきたいと思います。そう、まず1つ目はですね、詩吟を世界に向けて発信できるようになる。2つ目は、個人で、詩吟の CD とかをですね、簡単に販売できるようになる。そして3つ目はですね、詩吟で、まあ、この人がいいんだと、応援したい人をですね、直接的に応援できるようになるとか。そして4つ目は、大会会場に出向かなくても、出吟できるとか、大会に出られるようになるとかですね。で、あと5つ目は、まあ、場所や流派にとらわれず、集まったり学べたりできるとか。まあ、そういった、内容になります。結構、まあ、本当に、
妄想というよりはだいぶ現実に近くて、僕も、やっぱできるならこういうこともやっていきたいなと思っている話です。そう、そうですね。じゃあ、順番にお話ししていきますね。一つ目、そう、詩吟を世界に向けて発信できる。これ、どういうことかというと、詩吟、っていうのはやはり日本だけの、文化なのかなと思います。海外にいて詩吟に触れようと思うとですね、相当にハードルが高い。日本について調べていかないといけないし、詩吟を発信してる人なんてあんまりいないですから、 YouTube ですごく上手い人をちょっと動画で見るぐらいとかになってしまうんですよね。で、やはり詩吟を知りたいなという海外の人もやっぱ少なからずいるわけなんですよ。そういう人たちに向けて、あとは詩吟を知らない、だけれども日本の和の文化が、に興味があるような、そういった方にですね、こういう詩吟という面白い、素敵な伝統芸能があるんですよということを、発信できるようになる。これは何を使ったら発信できるようになるかというと、いろんなやり方はあるんですけれども、一つはですね、例えばこの僕が発信しているこの日本語でペラペラ喋っている発信内容なんですけれども、これをまず、この音声入力ソフトを使ってですね、この喋っているのを簡単にもう文章に変えることができます。そして、この文章になったやつはですね、例えば DeepL とかいう、AI の翻訳ソフトがありますんで、そこに入力すると、簡単に結構自然な英文に変えることができるんですね。そう、できるんですよ。で、それはあと、字幕も結構自動で、つけるソフトも確かあるって聞いたことあるんですけど、そんな風に、それを駆使すれば、例えば僕のこの動画もですね、もうこの喋ってる内容に応じたやつを、翻訳した英語のやつを、文章をですね、動画にペタッと簡単に貼り付けたりすると。そうしたら、海外の人が、詩吟の内容について、勉強したりすることができるというようなことがあります。この YouTube 使ったり、自動翻訳ソフト、音声入力ソフト、とかですね、やればできると。あと、Zoom とか Web 会議ソフトも使って、海外に向かっての住んでる人に、詩吟を教えたりとか、そういうこともできるんですけれども、こういうふうにいろんな簡単に無料で使えるソフトウェアがあるんで、それを使って世界に発信できるな、というところがあります。そして二つ目ですね。二つ目、個人で詩吟の CD を簡単に販売できるようになると。これ僕は詩吟業界のこれ闇だと思うんですけれど、これ言ったら怒られるから、一度僕もその大会とかで優勝するとですね、特にレコード会社関係の大会に優勝すると、CD 出しませんかという話が来るんですよ。ただし、ご自身で大量に購入して、それを、自分で売ってくださいって言われるんですね。だから自分で詩吟を収録して、自分で数十万円支払って、それをいろんな人に買ってもらうと。いや、こんな、めちゃくちゃリスクが高いですね。そんな数十万なんてポンと出せるわけがないんで、いや、そんなできないんですよ。でもですね、やはり詩吟、自分がいい吟をやったなぁと思ったらですね、それを音声データにして、そう、人が購入できる、聞いてもらえるような状態に、やっぱしたくなるっていうのは、わかるんですよね。で、今の時代であれば、どういうことができるかというとですね、そこでもいろんなやり方はあるんですけれども、あえてもっと新しいやり方で言うと、NFT というものを作るわけです。これ NFT というものは、画像ので知ってる方が多いかもしれないんですけれども、データであれば、基本何でもできます。つまり、音声の NFT も作ることができるんですね。なので、具体的には、詩吟を収録して、その音声データを NFT 化して、この NFT を詳しく今ちょっと言わないんですけど、NFT 化して、これを、商品としてですね、サイトに貼り付けることができるんですよ。この NFT を売買できるサイトにペット貼り付けることができると。そうするとですね、世界中の人がそれを購入できるようになるんです。仮想通貨を使って、それで購入できるんですね。値段も自分で設定できますし、だから例えば僕の場合、李白のとか、徒歩のとかですね、いろいろ吟じていって、それを音声データ化して、やると。で、それを、値段をつけたら、人によってはそれを、
まあ購入してくれるというようなことになります。ただ音声データだから誰でもコピーできるじゃないかと思われるかもしれませんが、これが NFT のいいところ。まあコピーを防止するというよりはですね、この商品は唯一のものです、コピー商品ではないんですという証明がされたものは NFT なんですね。だから購入していただいた方にはですね、あなたが保有していますということがブロックチェーンというものに未来永劫しっかりと刻まれるんです。それは誰も改変できないというもので、ちゃんとあなたが所有しているんですという、ことになるんですね。こんな形で、まあ、その音声データを入れることができます。さらに言うとですね、いやいや CD にはこのパッケージの画像が必要なんだよと、でも俺は絵心がないしというところもですね、今であればこの AI で画像の自動生成ができるんですよ。僕も前ちょっと使ってみたんですけれど、ミッドジャーニーという、ソフトですね、それを使ってみると、いくつかの、まあ、英語で文章を打ち込むと、それに即した絵をですね、パパパパッと1分もかから30秒ぐらいで、いくつも出してくれると。でその中から良さげなやつを、まあ、パッケージにするみたいな、そんなやり方もできます。そしてそう、伴奏の問題もありますよね。伴奏、いやいや詩吟に伴奏入れたいんだけれども、著作権の問題があっていう風にあると思うんですけれども、今はですね音楽も自動生成ができるんですよ。ちょっとソフトウェア僕いくつか探したんですけど、まだちゃんと触っていなくて何とも言えないんですけれども、まあ元になるデータをまず入れ込んで、それを AI で自動編曲してもらって、さらに最後に自分で微調整するという風にすると、もうこれはまあオリジナルのものになっていくんですね。なのでそれに合わせて銀ずるとか、あ、そういったことも多分できるんだと思います。ちょっとまだ直接やっていないんですけれども、そこはこだわればできるんじゃないか。なのでもう今はですね、自分で表紙も伴奏曲も、一人でできる、そして、世界に向けて販売することができるということなんで、一人で数十万円かけてですね、CD を作って手売りするということもせずに、まあ、個人 CD といいますか、個人の詩吟の音声をですね、実際に販売することができると思います。うん、できるんですね。まあ、だこういうのもなんか面白がったらやってみたいなとかいうところもあります。そしてあと3つ目はですね、応援したい人を直接応援できるということ。そう、今まではですね、大会とかで吟じて、いや、この人の吟本当にすごいなとか、あ、これからももっともっと、まあ、若手だからもっともっとこれから上手くなっていくのを応援したいなと思ってもですね、その場で声をかけるぐらいとかでしか、あ、なかなかやれないのかもしれないんですけれども、もし将来ですね、その人がこういう新しい技術に明るくなって、自分なりに、まあ、そう、何と言いますか、あ、こういう詩吟の商品を作ったり、詩吟のデータを、うん、世に売り出したりとかしたら、それを購入するという応援の仕方もできますし、その人の、なんていうか、Web3 上のお財布、ウォレットというんですけれども、そこに、まあ、仮想通貨を振り込んだりとかですね。なんか、お祝い的な感じでお金を、送ったりとか。まあ、そういう応援の仕方もできるんですね。もしその人が詩吟業界のためにこういうことをやりたいんだとか、そのためにちょっとお金が必要なんですとかですね。そういう場合でも直接支援ができる。何か別の仲介を経てとか、あ、そういうこともせずに、直接素晴らしい人を素晴らしいとあなたが思うのであれば、それをなんか応援できるということ。これが今の Web3 技術でもうもう実際にできています。僕も詩吟関係じゃないですけど、一人本当に素敵な声を仕事にされている方がいらっしゃって、その人を僕もその人の NFT を購入して応援しているということもやっているので、まあこれは本当に今もうできる状態なんですね。そして四つ目、これは分かりやすいですね。大会会場に出向かなくても出銀できるようになると。まあこれなかなかちょっと先になるかもしれないんですけれども、いわゆるメタバースの技術ですね。メタバースの技術で、例えばその足腰が悪くて移動するのがとても大変だという方もですね、まあメタバース上で詩吟の大会を開いたりすることによってですね、そこで、まあみんな、オンライン上で集まって、で、それで銀を聞くと。で、まあ、ただ今、音質がそこまで、まあ、まだ良くはないんで、ね、なんとも言えないんですけれども、まあ、例えば、袴を着たアバターを用意してですね、で、それで出銀して、で、まあ、みんなが審査するというような、そういう形で、やはり年配になればなるほど、大会会場に出向くっていうの大変なので、こういうふうにですね、メタバース技術を用いていけば、あ、まあ、誰でも、詩吟の大会に全国から集まって、やることができるんじゃないかなと。まあ、技術的にはそう、本当にできると思います。ただ、まあ、音質的にもう少し先になるのかなというところはあるんですけれども、まあ、こういうことですね。そして、五つ目。五つ目は、まあ、これはもう、
すぐできる話なんですけど、場所や流派にとらわれず集まったり、学んだりすることができると。これ詩吟の、詩吟というものは流派がたくさん分かれていて、あと住んでいる場所とかの制約もあってですね、そこの狭い空間の詩吟教室にしか参加できない、そこの流派にしか参加できないということもあります。ただですね、本当に今のある技術を使えば、コミュニティ、日本中からですね、コミュニティソフトを使って、集まって、そこで、テキストコミュニケーションですか、文章で打ち込んで、おはようございますとか、今日はこんなことを吟じましたみたいなのをですね、パソコン上のサイトの中で、やり取りして、そういうふうに交流することもできますし、ラジオで繋がることもできるんです。リアルタイムで。もう実際に今日は誰々がこれ吟じるので聞いてくださいっていうふうにやるとですね、リアルタイムでその人が吟じてるのを聞くことができるんです。話し合ったりすることもできるんですね。ディスコードという、コミュニケーションツールを使えば、僕も今毎日使ってるんですけれども、それを使えば、本当にどの流派とか関係になしにですね、集まって、話し合って、吟も披露し合って、とかですね、でデータも送ったりして、こういう素敵なところに、現地に行ってきたんですよって写真をアップロードしてみたりとかですね、僕の吟を聞いてくださいとかですね、本当にいろんな交流ができるんじゃないかなと思います。こういうテキストであってもいいですし、顔で見合わせたいのであれば、ズームとか、このウェブ会議ソフトを使えば、それもできますね。本当に、他の流派の人と交流するには上の人のお伺いを立てないといけないとか、そういうこともですね、やはりもうそういう時代じゃないんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、そんな感じでですね、学びたい人が学べると、どこにいても、学べるようになるという、そんな感じができるようになるんじゃないかということになります。ちょっと今日はベラベラといろいろ話してしまったんですけれども、詩吟はですね、詩吟もですね、やろうと思ったら今できることはもう急速に増えていてですね、そこからまた詩吟の人口が一気に増えるとまでは思わないんですけれども、知られていないところをもっと開拓していく、それは日本においてもですし、そもそも触れる機会が少なかったりしますからね、それを増やしていくということもあれば、世界に、広げていく、そういうこともできるんじゃないかなと思っていて、もっとなんかやりたいな、来年に向けてなんかやりたいなというところです。まずは僕は本を書かないといけないんですけどね、若干現実逃避感があるんですけれども、いやでも今日 NFT の話をせずしていつ話すんだということがあってですね、やりました。そうですね、手前見せながら、多分詩吟業界によって、僕以上に NFT を知っている人は絶対に僕しかいないと思うんで今日は、そういう話をしました。詩吟業界においてですね、それは他の人を含めると僕はもうペーペー中のペーペーなんで、もうひどいありさまなんですけれども、そんな感じで、詩吟業界もですね、もっともっと、なんか新しいことも取り入れて、いろんなことをワクワクすることをですね、なんかやれたらいいなというふうに思っております。今日はこんな感じで、だいぶ雑談めいた話になってしまったんですけれども、そうですね少しでもなんか刺激になりましたら幸いです。どうかですね、今日の話はなんか感想、できるだけちょっと欲しいですね、こういうの初めて聞きましたとか、そんなことできるんですねとか、こんなことできたら楽しいなとかですね、そんなのちょっと聞きたいんですよね。です。では後半、さらっと一つ吟じていきたいと思います。今日吟じるのはですね、こちら、とっても有名な詩ですね、長慶作風郷夜泊ですね。月落ちカラス鳴いて霜天に密、甲府漁家衆民に対す、こそ城外の寒山寺夜半の小生核戦に至る。月はもう西に沈み、カラスの鳴く声が聞こえ、空には霜の降りる気配が満ち溢れて、寒さが厳しくなっている。川岸の楓やイサリビの明かりが点々と寝そびれた目に映る。なかなか寝つけずにいると、こその町外れの寒山寺からであろうか、夜半を告げる鐘の音がこの船まで聞こえてきた。もうそのままです。本当に美しい詩文ですね。詩を読んでいるだけで、
なんか流れるようにと言いますか。うん、うん。そう。情景がファーッと簡単に思い浮かぶし、読んでいるだけでなんか心が綺麗になっていくような、本当に美しい詩だなと思います。と、特にですね、キク、ショーク、このあたりが言葉の流れが美しいので、その美しさをいかに表現できるか、言葉運びとか間合いが大事になってくるかなと思いますんで、そこに気をつけて吟じていきたいと思います。風景や白、長景。月落ち、カラス鳴いて、霜天に、見つ、魚か趣民に対す高層城外の夜半の小生国船に感じですかね。うん。ちょっと月落ちカラス、カラスの音が怪しかったな。月落ちカラス、カラス。うん、ここが綺麗に出せるかで結構やっちゃうんで、これ大会でやったらもう大幅減点ですね。そう、この詩、ちょっと冬に今吟じていて思ったんですけど、そうなんですよ。数年前、何年前かな。結構前なんですけど、ゴスペルのピアニストの人にですね、ちょっと無茶ぶりをして、即興で、これに伴奏をつけてもらいながら、だからピアノ伴奏で、これを吟じたことがあったんですよ。いやー、これも新しい、そう、体験でですね、いや、こういう詩吟もいいなーっていうふうに思ったことがあるんですよ。そう、風景や白。いやー、いい詩です。では、今日はこんな感じになりますかね。うん。そう、今日の話、だいぶ面食らった内容ばっかりかなと思うんですけれども、そう、なかなか聞かないセリフもですね、NFT とか Web3 とかそういったところも、まあ初めて聞いたとしてもですね、まあせっかくの機会なんで、これを機にちょっと調べてみたりとか、あ、こういう世界があるんだとかですね、なんかワクワクするような感じに受け取っていただければいいのかなと思っております。なので、そう、普段コメントをしていない方もですね、一文でも良いので、何かしらコメントいただければ嬉しいです。あと引き続き常にネタ切れになっているんで、詩吟に関する相談リクエスト、そういったものもぜひぜひまあお待ちしております。年末年始もですね、奥さんが許す限り、収録毎日、やっていこうとは思っているんで引き続き、よろしくお願いします。ではでは、今日は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。